はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりだと思うんですけれども、ザラの購入品を紹介していきたいなというふうに思います。今回はまあ秋冬物がメインになるんですけど、とても可愛くて結構使いやすそうなアイテムもいくつかゲットしたので、よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきたいなと思うんですが、まず1点目が今着ているこちらのトップスになります。すごく柔らかい感じのトーンのベージュカラーで、まあ、ニットなんですけど、これフード付きのパーカーになってます。フードは結構ちっちゃめだったんですけど、もう少し私大きい方が好きは好きなんですが、でもこうニット素材でこういうジップがついたフーディーってあんまり見かけないかなっていう風に思ったので、ちょっと珍しいかなと思ってゲットしてみました。すごい生地も柔らかくて全然チクチクしたりもしないですし、色合いもすごい綺麗なベージュカラーで、なんかちょっと大人っぽくも着れそうだなって思うし、カジュアルに着ることもできると思うし、今これジップついてるのでこう開けて香りとして着ることもできるし、私みたいにこうやって閉じてトップスとして着ることもできます。袖も割と長めになっているのでそこもいいなと思ったのと、あと形がすごい可愛いです。これちょっと短丈になっていて、裾も結構キュッと絞ってあったりとか、袖のところも割とピタッとなる感じだし、このカフスが長いのかなな感じだし、今季はやっぱこういうちょっとコンパクトなトップスっていうのが割と使えるなって思ってて、シルエット的にはトレンドで言うと数年前までは結構オーバーなものがトレンドだったかなっていうふうに思うんですけど、今季はやっぱちょっとこういうコンパクトめなジャストサイズというかっていうのも私的には気になっていて、こういったトップスをねあんまり私持っていないんですよ。なんか短いかダボっとしてるかみたいな、結構極端なトップスばっかりだったので、こういうサイズ感のものを今年欲しくて結構いろいろ見たりしてます。なんかやっぱローのボトムとかが流行ってると思うんですけど、そういうのと合わせた時にすごくバランスもよく着れたりとか、でもやっぱ冬とかになるとアウター重ねると思うので、そういった時とかもサイズこのぐらいのジャストの方がいろんなアウター合わせられたりとかして意外と着回し効くので、このトップス、フーディー、パーカーもうめちゃくちゃ使えるなっていう風に思います。では続いて2つ目がじゃん、こちらのトップスをゲットいたしました。これはですねホルターネックのトップスなんですけど、こんな感じでちょっとシャギーっぽい感じのニットになっております。ホルターネックのトップスなので袖がないノースリーブのトップスなんですが、まだギリギリこういったものの上に、まあ、ちょっとゴツめのアウターっていうかレザーだったりとかボア系の、まあ、これにボアちょっとあれかもだけど、そういったブルゾン系とかを合わせればまだ着れるかなっていう風に思います。私なんかザラで前にも紹介したことあるんですけど、こういったモヘアのこうタンクトップを持ってるんですね。あれとまあ素材は多分違う気がします。こっちの方がちょっとホワイト味が強い気がするんですけど、まあ、そういった感じでなんかあれも私は冬だっけな、いつ買ったかな、ちょっとあんまり季節覚えてないんですけど、まあそういったちょっと肌寒い時期に買っていて、アウターをこの上から着ていて、ご飯とか行った時に脱いだら可愛いよねみたいな、ギャップで可愛いよねみたいな話をした覚えがあるんですけど、まあ、そういった感じで着ていきたいなって思ってます。後ろはちなみにこれ結構ねガッツリ履いちゃってます。ホルターネックス、ホルターネックスだって、ホルターネック私本当に好きで夏とかもよく着たりとかしているんですけど、とにかく体のラインが綺麗に見えるんですよね。なんか私はそこがすごい気に入っているのでこちらをゲットしました。モフモフっていうのもすごい可愛いですし、なんか生地感的にはちょっと甘めなんですけど、デザインがこう大胆な感じだったりするので、そこまでこうガーリーすぎずに着れるかなって思います。そして続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらのアウターをゲットいたしました。このアウターね、この前私京都に旅行に行ったんですけど、また Vlog 上がると思うんですが、京都にブログ行ってない京都に旅行に行ったんですけれども、その時に着ていたんですよこのアウターを。でストーリーに、まあ、パッて写真載せたら、え、そのアウターどこですかみたいな、めちゃくちゃ質問が来て、そう、これ実はザラのアウターなんですよ。フェイクなんですけどレザーのアウターになっていまして、これがねちょっと中に綿が入っているので結構ねあったかかったです。私その京都の旅行行った時にどんぐらいだろう、25度ぐらいですかね、24、5ぐらいかな、の温度で、この中はもうタンクトップみたいなのを着て、その上からこれだけ羽織ってたんですけど全然余裕だったし、なんならちょっとあったかいぐらい、暑いなって汗ばむぐらいだったので結構防寒はできるんじゃないかなって思ってます。丈感的には短めになっているので、これもローライズとかと合わせ
した時に若干お腹がチラッと見えるぐらいかなっていう風に思います。このレザーもちょっとこうムラになってるの分かるかな。これがやっぱなんかヴィンテージっぽいというかこなれた感じというかで可愛いんですよね。ちょっと抜け感も出たりするし、私はこういうレザーが好きなのでそこもとっても好きなポイントですね。フロントはこんな感じで大きなポケットが2つついております。裾にはゴムがこんな感じで入っています。でね、このアウターめちゃくちゃお得、お買い得、プチプラ、コスパがいいんですよ。びっくりした、正直。と思って、これこの価格で買えるのと思って、それもみんなにおすすめしたいなと思ってちょっと今回買ってみたんですけど、でも想像以上に良かったのでこれは本当におすすめ。ちなみにこれがお値段が8990円かな、違った、8590円だった、さらに安かった。そう、8590円なんですよこれ。でめっちゃ安っと思って、私結構ザラのレザーのアイテム持ってるんですけど、なんかもう一個これと同じようなカラーっていうかちょっとブラウンがかった感じの、ブラウンカーキっぽい感じかなのレザーのジャケットをライダースかな持っているんですよ、パンタケのやつ。それもすごい好きで、結構いつゲットしたんだろう、去年ぐらいかなにゲットして、もうめちゃくちゃ今も着てるんですけど、それと同じような感じのカラーっていうかで、すごいそのライダースが使えたので、カラーはまあ若干違うんですけど、でも本当に似た感じなので、このデザイン違いで使えそうだなと思って買いました。多分これも大活躍してくれると思います。ということでこちらが3点目でした。では続いて4つ目が、じゃじゃん、こちらの、これはねスカートをゲットいたしました。こんな感じのね、マーブルっぽい柄というかグリーンのスカートになっております。ニットスカートなんですけど、このニットは結構薄めですごい透け感のあるニットになってますね。もう全部この同じ生地で使われてて、裏地とかもついていないので結構透けます。透けるんですけど、最近トレンド的にそういったちょっと透けニットみたいなのがとても流行っているなと思ってて、なんかレースの透けたスカートだったりとかトップスとかもいろいろ出てたりすると思うんですけど、まあ、そういった感じでちょっとシアーな感じのアイテムっていうのが結構今っぽいのかなっていう風に思っていて、これ実はトップスもあったんですよ、同じ素材のちょっとオーバーのトップスだったので、私はそれはちょっといいかなと思って今回スカートだけゲットしたんですが、そのセットとかで着てもすごい可愛かったんですけど、まあちょっと透けているので中は、まあ、インナーパンツとかは履いてあげたりとか、あとはレイヤードスタイルとかが好きな方だったらデニム履いてあげたりとかしても可愛いと思うし、なんかちょっとスラックスっぽいのとかと合わせてもいいかなというふうには思います。結構本当に薄めなので洗濯とかはね気をつけなきゃいけないなっていう風にも思ってるんですが、すごく柔らかい素材になっているのでいい感じにフィットしてくれる。結構やっぱ伸縮性の強いものとかだとすごいこうボディラインが強調されてギュッとラインが出てしまったりとかっていうのもあると思うんですけど、これは割とそういった場合柔らかい感じのニット素材で、でも元々のシルエットもそこまでタイトではないのでいい感じにこうラインも出てくれるので、私は結構こういった形も好きなのでそこも良かったですね。ウエストゴムついているので、まあ、ハイウエストで着てあげても可愛いと思うし、ちょっと今日は丈感長めで履きたいなっていう時とかは少し落としてあげて着るのも可愛いかなって思っています。短めのトップス合わせてあげて着るのも可愛いと思うし、ちょっとオーバーなスウェットとかフーディーとかと合わせてあげても可愛いんじゃないかなと思います。あとはなんかちょっと透けるので、この透けを利用して長めのブーツとか履いてあげても可愛いと思いますし、いろいろ着回していきそうだなと思います。では続きまして、5つ目が今使っちゃってるんですけど、こちらのベルトをゲットいたしました。取りますね。そう、こんな感じのブラックのスタッツがめちゃくちゃついたベルトになっております。スタッツがめちゃくちゃついてることですごいこうベルトに自体にデザインがあってワンポイントアクセントとして使えるなっていうのと、あとこのバックルが楕円形になっていて、そこも私はすごく可愛いなって思いました。このバックルにもめちゃくちゃ存在感があるので、つけるだけでちょっとかっこよく見えるようなそんなベルトになっているんですけど、これ私ねサイズ80っていう一番ちっちゃめのサイズにしたんですけど、結構ゆとりがあるので、どちらかというとローライズなボトムとかと合わせてあげてつけるのが私的にはいいかなって思いました。腰でマークさせてあげてっていうのが可愛いかなって思います。はい、ということで続いて6個目なんですけど、こちらでラストになります。ラストがじゃじゃん、こちらのブーツをゲットいたしました。こんな感じの、めちゃくちゃこれはシンプルなブラックのブーツなんですけれども、なんで今これを買ったかっていうと、結構私ウエスタンブーツとか
はたくさん持ったりするんですけど、こういうシンプルなブーツを意外と、まあ持ってるっちゃ持ってるけど、私的には持っていない形で、このブーツ履いたらどんな感じかっていうと、膝下の丈でまず、このぐらいの丈感で結構、こう足にフィットしてくれるような割と細身なブーツになってます。ヒールもそこまで高くなくて、つま先はこんな感じで尖ってるブーツなんですけど、こういうブーツを最近めちゃくちゃ探してたんですよ。なんかピンタレストとか見てても、割と細身なブラックのレザーの膝下のブーツっていうのを履いてる方が結構たくさんいて、それを見かけていて、使いやすいのかなっていうのも思ったし、可愛いなっていうのも思ったので、最近探してたんですよ、ずっと。もう一つ私こういうブーツ持ってて、 H&M スタディオ、今年出た H&M スタディオの中に、細身のすごいもう先のとんがったピンヒールのブーツがあるんですけど、それも H&M スタディオのイベントにご招待いただいた時にお土産でいただいたんですよ。で、それもすごく使ってるんですけど、最近そのブーツの方がもうちょっと丈感が長くって、ちょっとこう膝にかかるぐらい、膝の関節に本当にかかるぐらいの丈感になっていて、もう少し短いブーツも欲しいなって思ってた時にこのザラのブーツを見つけて、すごいいいかもと思って買ってみたら結構良かった。私ヒールもそんなに高くないっていうのが結構好きなポイントですね。ふくらはぎの部分は結構柔らかめのレザーなんですけど、やっぱりこのつま先のあたりとか足のこうだったりとか、こうカバーするところは形を保つためかな、芯が入っていて、若干これが履き慣れてないとちょっと硬いかなって思うので、最初のうちはちょっと靴ずれをしちゃうかもしれないんですけど、まあ、でも私はこの前ユニバー行ったんですけど、その京都の旅行の時に、その時これ履いてたんですけど、靴下を二重に履けばまだ大丈夫でした。そう、まあ、なのでちょっとまあ慣れるまではそういった感じで足もカバーしっかりしてあげて履くのがいいかなと思います。サイズは私いつも通り25センチなので39を買いました。これも結構あの想像通り可愛くて良かった、お気に入りのアイテムです。ということで今回はこんな感じで以上になります。最近ちょっとザラでお買い物する機会が減ったんですけど、やっぱり久しぶりに見てみるとすごく可愛いアイテムがたくさんあって、やっぱちょっとザラは頻繁にチェックしていきたいなって思ってます。新作が出るって、ね、あの頻度めちゃくちゃ高いので、見るたびに新しいの出たりとかして、すごいこう探すのも楽しいんですけど、本当に最近ゲットしたアイテムばっかりなので、まだ多分あると思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。Creations groaning, waiting for the day I can